めっちゃキモい、めっちゃキモい今。うわやべえ。ちゃんとじゃん。いや、これ結構良くない見栄えも。いや見栄えめちゃくちゃいい。玉ねぎだけじゃないの、めんで明太なんのって。怖っ。ネギ強っ。それはね、最後あれはね、立てるやつ。こっちが切んなかったんだよ。前だったらメガネがあんだから強えだろ。ああ。相手にもならねえだろ、ネギなんてよ。まあな。うわぁ、来てしまった。うわ、やばいとか言って。カランカランカラン、怖い。おぉ、キリタンポ買っといてよかったね。あ、キリタンポ買っといてよかったねって。キリタンポちゃん、俺鼻毛出てる。キリタンポちゃん好きです。キリタンです。テキュー、テキュー。雑かとりあえずポン酢、ポン酢入れ分けて。俺絶対ポン酢ないと食えない。ポン酢いる？一回ストレート、ストレートあり。一回ストレートだよ。俺絶対ポン酢ないと食えないんだけど。何ストレート？ん？わがままか。わがままだ。クソガキか。クソガキだ。うーわー、やだよ。うーわそれやった。うわ、何これ。うわ、カチカチだよ。ごめん、カイトのせいでこうなったのに。めっちゃなせつけてくるやん、お前。9割9分カイトのせい。嘘でしょ、お前まで。キノコもいるよね。マルニーちゃん、いただきます。いただきます。キノコっていうね、いただきます。いや、うまいぞ。鍋だ。うん、あった鍋だ。うん、普通にうめえな。もう1年も終わりですよ、とうとう。そうよ、これ年越し動画か。うん、これ初めてだって半年以上経ってんだよ、もう7ヶ月で。これ上がるのはもう8ヶ月とかだもんね。5月から始めて1月のとかに。そうね、今年 YouTube が始まったのか。そしたら結構長かったかも。てか令和2年ってやばくない？もうそうなのよ。やばいよね、令和2年の1月が1週間後っていうのがやばいんだよ。うん、これからどういうこと？やばくない？令和2年の1月ってやばくない？いや、令和1年は半年ぐらいしかなかったってこと？そう、半年ではないか。きりたんぽいいね。きりたんぽうまいんだよ、うん、これ米には合わないタイプの鍋だな。それな。ああ。きりたんぽがいい味出してるわ。うまいわ。うめえ。よかったな、お前。何がな。確かによかった。何ヶ月ぶり飯食べたの？それはちょっとやばいよ、さすがに。普通に鍋食っちゃってんじゃん、うん、そうだよ。一番喋ってないでしょ。それな。なんかね、話そうとしてもなんか否定されて終わっちゃうんだよな。気分がね、なんかね、来ない。そのトークのあれに。トークなな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 。知ってる？知らない。え？知ってたら誰かしら持ってて。マジ？うん。おい、マロニーうざ。なんなの、食ったことないんだけど、マロニーとか俺。それは嘘だろ。結構マジ。え、キムチ鍋入れなかった？入れてないよ。やば、うちマロニー食う文化ないんだよ。マロニー取れないわ。じゃあ書いて残ってる。なんで？なんで俺の？おい！ねえ、なんで俺に残ったの今？書いてマロニー入れられた。食べる文化なかったけどさ、今さ入れたことによってさ、これで今回初めて食べれるわけじゃん。うまそう。は？こいつ何？こいつ。今年はですね。1月から振り返ってみる。1月はもうね、学校ね行きたかったね俺。なんか珍しく1月ってなってね、もう学校行かないんだって思った瞬間、学校超行きたくなった。遅いよ、俺は。そうなんだよ、遅いんだけど、うん、そうだったんだ俺は。で、そっからそう思った瞬間に毎日ちゃんと学校行き始めた俺は。高校3年生の1月に。2月はもう2月、あ、そういうことね。誕生日だし。そうね、俺2月誕生日なんですよ。聞いてねえよ俺しか。じゃあ言うね。うん、よかったじゃん、俺しかだよ、こいつはめっちゃ聞いてんだよ。分かった、俺ら二人分聞いてんだ。分かった、別にエピソードないな。でも行こっか。
3月俺何あるわ。何ですか。ね、友達と、うん、金沢旅行した。おお、金沢。うん、2人で男2人旅。いいね、なんかいいよ、よかった。何したの金沢で。金沢ってかどこだっけ。石川県。石川県、石川県。新幹線で1時間ちょっと。意外と近い。なんか20世紀美術館みたいなとこか、とことか、なんか六花園みたいな、なんかね、園があるんだよ。六花園？違う、兼六園だ。あー、焼肉屋さん？兼六園ってあれじゃない？なんか、なんだっけ？健康法師とかのやつ？全然わかんないけど。お寺？なんか、まあ、寺的な寒さみたいな。なんか聞いたことある。そういうことか。ちなみに4月は僕の誕生日です。あー、23、22だよ。4月、まあ、寮、はい、もう僕寮なんですけど、寮でまあ友達できるじゃないですか。てか、うんうん、普通に敬語やめろ急に友達ができて、でみんなでこう最初さ、入学式の時とかさ、自分のさ高校とかさ中学のさ名前ツイッターで調べてさ、あ、この人も入学するんだみたいな調べない。はいはいはい、はい、やってた。で、それを俺らもやってたの。で、そしたらすごいやつがいて、すごいやつ、トップガがニットかぶったその男の人と、なんか鬼殺し方法を持ってるトップガだったの。あ、こいつやばいやついるわって思って、ちゃんと怖い人じゃん。で、それをツイッター見たら、なんかいろいろなんていうの、気持ち悪いっていうか、なんかめっちゃ生きった画像出してて、はいはいはい、あ、こいつやばいやつだなって思って、まあ、そいつをニットくんっていう名にしたので。ニットくんってかわいいな。で、入学式ニットくんいたらおもろいよねみたいな感じで話して、みんなで入学式行ったんよ。うん、でしたら一人だけスーツにニットかぶってやついた。あいつしゃれってなって見てたら、鬼殺しを持って、うん、銅像の前でこうヤンキー座りして、うーわって写真撮ってんな。うわ、で、その鬼殺しをこう3人で、なんか男3人で回して写真、うん、なんか大会みたいな、なんかやってて、あ、こいつはヤバいやつだなっていう話。何のオチもないけど。その人と一緒にいたの？いや、いないよ。学校が一緒だけ。いや、学校も全然違う。ニット君はもう、あ、じゃあそのモッチが見た怖い人と一緒にっていうのは別の人？それはただの俺の友達。そういうことか。俺はあいつのイメージかな、なんだっけ、須藤じゃなくて、メガネかけた後藤じゃなくて、メガネかけたやつ、杉野。ああ、それ杉野が俺に下ろし持ってたら納得する。だってなんか蛇柄みたいな、なんかスーツがなんかいかつなかったしてる。スーツはもうあいつ一人だけなんかギャングマスターみたいな顔して、はい、こんにちは。やば、めちゃめちゃ怖いやつ来たよ。すみません、全くないわ、ね、その丸を。5月、まあ、5月ではやっぱり名称が始まりましたね。うん、名称スタートの大事な月でしたね。さつきね、さつきね、みーちゃんね。さつき好きだった俺、さつきとみーちゃんね、うん、なんかまあね、みんな不慣れとかね、声小さすぎる。まあ、ね、思い出話、ね、みんなね、不慣れでいろいろとね、リキにこう指導を受け、そうですね、まあいいスタートは切れたんじゃないでしょうか、あの月は。そうだね、新しい人生の始まりって感じです。そうね、無駄に壮大なサブライトですけど。6月、全ての原点はここからって感じでしたね。うん、いや恥ずかしいわ、なんかまだそんな何もペーペーのやつが全ての原点はここからだったらずい。6月もっちだっけ。そう、俺か。俺6月何したかな。多分ね、6月あたりからね、はるきに編集を教わったんだよ。そんな早かったっけ。割と早かった気がするんだよね。俺の初めて出した体ブラックジャックかな。懐かしい、体ブラックジャック。懐かしい。乳首。多分ちょうど6月頃で、私の乳首がそう、うん、6月5日だもん、これが。うーん、めっちゃ多分早め編集を教わった日ですかね、日っていうか月ですかね、初めて。なるほど、まあ、編集デビューの月だね。そうですね、6月、うん、7、 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 7
夏休みとかもあったから7なんだっけ。7はまさにおしっこ我慢ダービーが始まった時と、あ、じゃあ6か、7は5が、7じゃねえよ言ってんの。おしっこは5月末って、さっき言ってました。5月末か、多分5月31だよ、絶対合ってるはず。あ、31、うわすげえ。それが結構伸びてきて、みんなそれを実感してた月じゃない？6月、7月。そうね、7月、7月か。7月は、7月特に印象的な動画はないな。うん、タランチュラを食べました。あ、流し丸丸は俺好きだったけどな、個人的に。流し丸丸ね、個人的に好きだったよ、ね、俺がハンドクラップのブームを先取りしすぎたパターンの動画ね何それってなったりする。俺がこの動画を上げた2ヶ月後ぐらいから爆流行りした YouTube で、ハンドクラップが。しかも俺はちゃんと著作権気にして流さなかったのに、うん、みんなめっちゃ流しててなんか良かったみたい。アロにハマったんだけど、どうしよう。でうめえもん。いや、まずい。はあ、ちゃんと味わって食ってるか。8月はね、あの渋谷で撮影始めたんですよ、ね、うん、やった。いや、でもなんか渋谷楽しいよ、うん、それな、渋谷楽しい。なんか意外と人の目が気にならなかったっていうか、そうね、 YouTuber がもう街に馴染み多すぎて。そう、あと集合投稿。そっか、そうだね、夏休みだからねって感じかな。薄くなってきたね、だん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 。え、なんか語る、裏話する。逆に9月って裏話、撮影の裏話、撮影の裏話あるか。フリーマルマルの時に、うん、なんかリュックをその地面に置いといたら踏まれてメガネケースがぶち壊れてる。マジでやば、初踏みなんだけど。マジでした。まだそれ使ってるから。あのバキバキのやつ、あの時に壊されたのに。そう、一瞬でボロボロになった。かわいそすぎる。俺ら的には初めてリスナーと会ったよね。あ、そうだね。あ、そうだね。初めて、確かに自分たちを見てくれてるっていう人に会えた月かな、うん、そうですね。初めてだよ、本当に。もうなんか自分のことを知ってるっていうのを実感したというか、自分の動画見てくれてんだっていう。渋谷撮影は結構モチベになったよね、うん、9月9月、9が一番ないよ。そう、一番ないな。印象皆無だもん。なんなら9、10、11ない？10はまあハロウィンでまた渋谷行ったりとか。あ、そうか、あれハロウィンで行ったのか。結構面白かったねって言うと、俺が名称でスケジュール唯一つけてんの、目の下を赤くする終わりって書いてある。目の下を赤くする、な、罰ゲームかなんか。メンヘラメイクね。あーあーあー、もっちゃあれじゃん、メンヘラやったんだ。うん、マジでないか。9はちょっとなんもない。なんなら俺9、10、11本当になんもないわ俺。あれだ、あの彼女がいる期間に女友達と遊びに行く。出た、ハルキが。あれだ、初直樹じゃない。そうだ、そうだね。あ、いや、その前にあるわ、あのカイト以外誰も悪くないみたいな動画で。あの時あれだけ撮って帰ったっけ。いや、あれと雑談だったから、うん、言ったら、まあ、そのぐらいの時期だよね、うん、お前罰ゲーム消化しないと。罰ゲームなんかあったっけ。ポケモン図鑑買わないと、お前。うん、うわ、思いっきり忘れてた。ポケモン図鑑買って、お前スケートダンス読まないと。読みます。俺、待って、俺は全然読ん、それは今年中に消化する。ちょっと待って、今年中に消化して、うん、ツイッターにあげます。ちゃんとそうしてください。ツイッターにポケモン図鑑買いましたってやつをあげます、うん、そして僕はどうすれば、読めばいい。読んで読んでツイッターで感想言え。いや、スケートダンスは普通におもろい。こっちはあれ、シャンパン開けようぜっていう話。おお、今でもなんかすごいな。なんかよくね、今もう。おこれいいの。もうだるい。俺が取りに行ってあげるからシャンパンにしよう。いや、ね、雰囲気的にシャンパンがいい。雰囲気はお茶だろ。違うし、だってもうシャンパンいつ開けんだよ。勝手に飲め。10月？あ、10は何もねえんだ。11が強いて言うならハロウィンか。うん。それぐらいだな。ハロウィンで渋谷行ったけど全然伸びないっていう。おい、箸くっつけんな指に。ごめんね。やめて、その感じ。ねえ、許さねえじゃん。ごめんなさい。許さねえよ。はやっか。あ、やんのか、お前。やれるよ、俺はいつでも。じゃあ、いいよ、やろうぜ。うん。で、一個あるのは、名称で、今までにないぐらい悪い空気になったよね、11月1回。あー。内部事情だけど、これは完全に。なったな。え、11月だっけ。多分11。うん、懐かしいの。地獄みたいな空気になるんだけど。
存続不可能かと思った。やばかったよね、一瞬。12月はもうどうする？ない、ない、てかまだ終わっとらん、12月は。今年が助走だとしたら、ホップ、来年はステップ、で、2年後にはジャンプ、で、再来年にはジャンピング、ジャンピング、え目標みたいなことに、ああ、言っとく、目標、来年の目標、目標、まあ、チャンネル全体としてはまず決めるか、うん、うん、1万いけばいいんじゃないですか。1万いいね、すごいでかい。波に乗ったと仮定して1万、1万すごい、1万いこう、じゃあ1万すごいぞ、来年の末には1万いってよ、目標だからな、まあとりあえず頑張ろう、そこに向かって、うん、マジで個人的な目標言っていい、うん、いいよ、俺はマジで大物の YouTuber さんに会いたい。無理だよ、マジで無理、うん、一生無理、うん、1年かかっても無理、うん、無理です、僕の目標は。じゃあたまたま会えるかもしれない、まあね、会うっていうのが分かんない、そんなの、どういう風に遭遇なら毎日渋谷行ってればいいし、あ、700人のやつがさ、うん、来年は大物 YouTuber と会いたいって言ってで、なんか限定されるわけでもなくさ、うん、ヒカキンさんでもないわけじゃん。いや、ヒカキンさんここと会えたら来年の目標は達成だなみたいな人、あ、リアルに言っていい、うん、オルタナさんとか大物じゃない、でもなんかちょうどよく予想しなかった、そこなんだ、ちょうどよくない、なんか俺はちょっと会いたいかもしれない。じゃあそれね、お前は2020年はオルタナさんに会えたらいい、まあ、まあ、会いたい、そうね、はい、会ってみたいなって思う、はい、はい、俺の個人的な目標、リーダー力の向上とスケジュール通りに動く心の強さバチバチに真面目なやつ言ったそんな真面目なんだと思っちゃった俺もやっぱね、編集とかね、撮影とかってやっぱ俺の方が経験があるから、うん、どうしてもこうね、なんでできへんだよってね思っちゃうところはねあるんだけどね、うん、そこをこうこらえて、うん、一番こうどう言ったら伝わりやすく双方気持ちよく目標に向かっていけるのかっていうところを最優先としたリーダー力がもっとあったらいいなっていうね、なるほど、思いますね、いいと思います、まあ、口調とかね、いや、まあ来年ね、来年の目標はまあ、なんだろうな、俺もね、編集メンバーに加われるようにパソコンだよ、だからそういうのも含め、あ、その4人が編集できたらもうさ、やばいや、無敵よ、そうだから、まあ、とりあえずプライベートの方をなんとかしつつ、その何、うん、そのパソコンを買って、うん、来年にはとりあえず編集をしてできるように頑張る、はい、はい、いいね、いいです、いいね、じゃあ締めますか俺の目標ないお決まりのやつ、硬いやつで、はい、硬いやつ、まあ、人間力の向上じゃないですかね、あと滑舌の向上ですね今どうする、絶対今付け加えたもん、まあ、人間力ですよね、まあ、僕もですね、うん、ちょっとサボりつつあるんですよ、学校ダメじゃないですか一番言えないやつが確かにそれはそう、まあそんぐらいですかね硬くもねえしはいはいおじや食べますか、ずっと頼んでいらないな、おじや、俺、俺もいらないよ、なんでもうお腹いっぱいだもん、なんでお前そうやって勝手なこと言うの勝手なことじゃないの、食べれないの、食べたくないじゃん、じゃあおじややんない、え、おじややんない、俺やるよ、言われたら俺もやんのか、まあ締めよう、まずはそうね、でももうおじや食っても何も出ないから俺らの、そうですね、確かに意外となかった、ね、うん、日々の雑談で全部消化したのもある、うん、そうね、まあね、来年もこんな感じでね、日常のね、些細な異常に面白い瞬間を発信していこうと思いますので、はい、どうぞ2020年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、というわけで今年1年本当にありがとうございました。ありがとうございました。では。
良いお年をお過ごしくださいませ。じゃあね、良いお年を。いた。